あえちゃんです。まあ、11月ももうそろそろ終わりなんですけれども、まあ、11月のバウンティーラッシュ最強ランキング、まあ、あえちゃんが思う最強ランキングとなりますので、まあ、皆さんとはねちょっとね異なってしまう部分もあるかと思いますので、まあ、皆さんが思ったキャラもねぜひぜひねコメントなどしてくれると嬉しいなと思っております。では第10位から発表していきましょう。まあ、第10位黒ひげとなります。まあ、黒ひげとウソップコビーくんとなります。まあ、このキャラがまあ第10位となるんですけれども、まあ理由としてねまず一人一人話していこうかなと思います。まずコビーくんのスキルがまず強いですね。まあ無敵の勇気のあるスービオも強いですし、まあソルでね、まあ、裏取りもしながら、まあ、勇気あるスービオをうまく使いこなしていくスタイルなんですけれども、まあなんだかんだ言ってねコビーはめちゃめちゃ強いなと思います。まあ、向上なのにこの強さはマジで優秀だなと思います。次ウソップとなりますね。まあ、ウソップはねもう文句なしの強さですね。まあドクロの爆発層も強いですし、もう普通に考えるとバグアームも強いんで、まあ両方とも優秀なスキルで、まあダウンね2回しても復活できるっていうところが優秀だなと思います。まあ通常もなんだかんだ言って無敵も明かりの簡単に剥がせたりもするので、そこが強い点かなと思います。次黒ひげとなりますね。まあ黒ひげも説明不要と思いますが、まあ能力者に対して強いプラス、まあこの無敵だよね、もうまず飲み込んでやる、一瞬で敵を飲み込んでバーンっていうことで強いなと思います。まあ黒ひげは第10位となっております。第9位ビッグマムとなりますね。まあ毎回ねランキング話してるとね説明自体はまあ不要だと思うんですけども、まあとりあえず無敵が強いということで、まあ第9位ということで選ばさせていただきました。まあどんどん行きましょう。第8位フランキーとなりますね。まあ、フランキーも説明不要だと思うんですけれども、まあ、ビームがめちゃめちゃ強くて回復もできるっていう有能なキャラとなっておりまして、もうディフェンダーとしてはねもう唯一状態上も一瞬で回復できる、もう相当強いなと思います。第7位キッドとなります。まあ、キッドの強いところはね、まあ、説明不要だと思うんですけれども、まず強いところはねこのスキルですね、割合ダメージが強いなというところと、まあ、特性も全て優秀だと思うんで、まあ文句なしの7位となっております。まあ、順位は前回よりもねだいぶ下がっちゃったんですけども、まあ、仕方ないのかなと思います。第6位オロビとなりますね。まあ、オロビの強いところはねもう3秒で旗が抜けちゃうよっていうところで、オロビはね第6位ということで、裏取りもねスキルでねあの吹っ飛ばしもできるんで、もう吹っ飛ばしたらもう旗確実に抜けちゃうんで、もうそこでねもう大逆転できちゃうよということで、オロビ持ってる方皆さんぜひ使ってみてほしいキャラだなと思います。第5位ロジャー先輩となりますね。もうここで5位にロジャー先輩かって皆さんねがっかりした方もいると思うんですけれども、まあ、ロジャーの強いところもこれはね説明不要だと思うんですけども、まあ、スキルガンガン当てていくと、まあ、火力がどんどん上がっていくっていうスタイルでめちゃめちゃ強いと思います。第4位ドフィーとなりますね。まあ、ドフィーの強いところもね簡単に説明しますと、まあ、シールドが強いですね。まあ、シールドを使いながら、まあ、スキル1打ったり通常で赤いのもボコボコにできて、まあ、全キャラボコボコできると思うので、まあ、かなりおすすめなキャラと思いますので皆さんぜひ使ってほしいなと思います。第3位はなごみちゃんとなります。まあ、なごみちゃんもこれ説明不要ですよね。まあ、夢の虹色とねカラズトラップっていうなごみの緑でねもう無敵コンビだよねこれ。本当にもう延々と無敵と、もう無敵となごみの緑で、もう最悪、もう日本語喋れないぐらいもう難しいもう対処するのが難しいキャラだなと本当に思います。まあこれはサインはね納得いく順位なのかなと思います。第2位おでんとなります。まあ1位でも2位でもどちらでもいいんですけれども、まあ第2位とさせていただいております。まあ、相変わらずおでんはねもう説明不要で、もうザ・ゲッターといえばおでん、もしくはオロビかナゴミ、もうこいつらをね敵にするだけでマジで厄介だと思います。まあこれはもう説明不要なんで、まあ、皆さんもね復刻が来たらぜひね使ってほしいなと思います。第1位赤犬となりますということで、赤犬もね、まあ、説明不要と思いますが、まあ、無敵がマジで強いですね。無敵の後、まあ、猛火状態でねもう通常が楽しい、とにかく楽しいと、以上となります。はい、ということで、まあ、ざっくりね話してきたんですけれども、まあ、キャラ自体まだまだいっぱいいると思います。まあ、スーツゾロだったり鬼ローだったり
まあ、レイリーだったりマルフィロ、まあ、さまざまなキャラはまだまだいるんですけれども、まあ、喋っていくとね、まあ、キリがないんですけれども、まあ、こうやってね、まあ、今現時点で、まあ、10月と11月っていうことで比べてみると、まあ、結構、まあ、ゲッター寄りになってきたのかなと改めて思いますね。まあ、オロビとね、やっぱナゴミが相当強いですね。向上で、もうランキング10位以内入ってくるのが、もうコービー、オロビとかも含めて、やばいなと思いますね。で、ナゴミは3位まで上がってますし、もうナゴミはもう、チートしか言い切れないぐらい強いなと思いますし、まあ、おでんはおでんで、相変わらずチートですし、まあ、こうやってね、話していくとね、まあ、キレはないんですけれども、まあ、あさって12月になるんですけれども、まあ、明日はワカレイリーが来るっていうことで、まあ、ワカレイリーはどういった性能で来るんですかね。今現段階ではちょっとわからない部分ではあるんですけども、まあ、ワカレイリーが来たらおそらく、順位っていうのは絶対変動するものだと思っているので、まあ、ワカレイリーはおそらく相当強いかなとでは思っているので、まあ、おそらくワカレイリーが来た瞬間、またキャラの順位っていうのが、コロコロ変わっていくのかなと思っております。まあ皆さんもぜひ今後ね、まあ、ランキングやっていくので、ぜひチャンネル登録と高評価コメントしてくれると嬉しいなと思います。まあ明日別れ入りということで、まあガチャは引くと思いますので、まあ皆さんぜひ動画のね、ガチャ動画ともしくはリーグわかんないですけど、どっちかやるかと思うので、皆さんお楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価コメントしてくれると嬉しいなと思っております。またな。